岸田総理大臣は、今日の参議院予算委員会でロシアに対する経済制裁について国民への影響をできる限り抑えられるよう全力で取り組むと強調しました。長嶋記者の中継です。岸田総理は、日本がロシアに経済制裁を行う意義を問われ日本企業などへの影響は避けられないと述べる一方大きな目的のための行動だと理解を求めました。国民の皆さま 日本企業等にさまざまな影響が及ぶことは避けられませんが、大きな目的のため、ウクライナ国民への連帯を示すべく、行動することの重要性について、国民の皆様のご理解をたまりたいと思いますまた、岸田総理は、ロシアによるウクライナのザポリージャ原発への攻撃について。 福島第一原発事故を経験した我が国としてこのような暴挙は断じて認められないと重ねて非難しました一方ロシアとの接近が指摘される中国への対応を問われ今回のウクライナ侵略のような力による一方的な現状変更をとりわけ東アジアでは許してはならないと強調し中国に対しても責任ある行動を呼びかけていくと述べました